はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタカさんですね。初めてご依頼、ご依頼ということで、はい。いやーもう舌も回んなくなりますよね。よいしょ。で手でこうパックね開けていいという、はい、ことは記載があったんですけど、このパック自体がね、こう空洞のところがマチが長いんですよね、普通のパックより。これを手でむしっちゃうと、この力と長さと空洞の長さとね、あとこのパックからの距離と、それと重力と関係ないけど、はい、ハサミで切った方が安全ですんで、ハサミで切ります。まあ、紙カードっていうこともあるんでね、これ手で やっちゃうと、確実にいっちゃいますんで、前と後ろが。で、全部カード取り出してから、カードチェックです。まあ、結構、どうなんですかね。一応、丁寧には、店長はやっているつもりですけど、まあそれでも雑やなって思う方もやっぱりね、人それぞれいらっしゃいますと思いますし、まあなるべくハサミを使って開けようかなというところです。はい、じゃあいきます。RC ね、ルーキーカードは別にしておきます。まあ一応届きましたら全部ねご確認ください。トニー・クロースさん、レアルですね。これは黄色。150。はい。ルーキーが3割ぐらいのイメージですかね、ウンバペさんね。まあ、必ずじゃないけど、ルーキーのこのパック、この70枚、文字を入れて、まあ60何枚ですけど、だいたい似てるなという感じがしますね。はい、これがモジョリフです。ティンバーさん。これはシリアルがないんですけど、箱1ですね。まあ200人いらっしゃいますって、なかなかやっぱりスター選手をこうね、ピンポイントで当てるっていうのは、やっぱなかなか難しいですけど。ハーランドを見ました。カイオバルデさん、だんだん今年のね、この112122のルーキーたちが名前をこう覚え始めます。はい、光ってます。これは金っぽいですね。金だね。はい、スターリングさんですね。これはシティですよね。はい。ゴールドモジョ。モジョゴールド。はい。一箱目終わりました。金と黄色とモジョ。で、3枚ですね。まあ、大体3か4が多いかなという感じです。比率的には、店長的には6対4ぐらいな感じですかね。PB してても。まあ、読んでたらラッキー程度で捉えていただく。あとは、まあ、選手ですから。
はい、じゃあいきます。はい、初っ端光ってますね。これはパープルかな、ミッドフィルダーね。お、レウスさんだ、マルコレウスさん、もうカード的にもおなじみですね。125で中井さんがいました。なんか昇格したっていうのを見かけましたけどね。180ちょいあるんですよね。結構タッパもある。それであのドリブルね、足さばきですから、もうぜひこうトップリーグにね、一部のスタメンを取ってほしいですね。まあ順調に成長しているというね、解釈でいいんですね。はい、バイエルンのルーキーです。ディフェンダーですね。これは黄色っぽい。150。ファティもいますね。はい、お、モジョリフがベンゼマさんですね。大ベテランですね、もうね。1987年か。2015年あたりのね、ドンラスとか、あの辺からこう、サインもちょこちょこ入ってね。ほーっと思って、店長も。あまり人気ないんだなと思って、当時はね。当時はベイルさんとかね、あの辺がね、まあクリロナさんもいましたし、あの辺が人気でしたから。はい、で開け終わりました。ちょっと待ってね。で、モジョリフラクターねに関してはスリーブとローダーを入れてで発送します。まあこれはサービスでいつも、用品はサービス。まあ店長もあの毎月少しはこうお金がこの動画で収益化してるんで入ってくるんで、まあそれでサービスでこう還元してるような感じです。以前はマグネットホルダーとかこうね、おまけでつけてたんですけど、ポーカーとかやってね、月にだいたい30万円分ぐらいマグホをプレゼントしてました。マジですよ。マジですからね。で、店長は帰りにいつもこう富士そば食べて帰るっていう。マグホの方が高いんじゃねっていう。そういう生活をしてました。それでもグループブレイクやってるとね、武田とかね、いろいろこう言われちゃうもんですから、もう今はこうパーソナルブレイクだけでやってますけど。まあちょっと時間がないんでね。うん。まあパーソナルブレイクだと、あの、店長の空き時間でできるんで、ちょうどいいんですよ。うん。はい。ということで、色は、4枚。で、モジョリフが2枚ですね。で、金がね、スターリングさん。マンユーだね。で、レアルのクロスさん。で、ルーキーのディフェンダーの方ですね。でも、バイエル。で、レウスさん。うん。ティンバーさんとベンゼマさん。はい。まあ、上位ルーキーとか、あと、メッシ、クリロナさん狙いの方とか、ね、フェリックスとか、グリーズマンとか、人気選手とかもいますけど、まあ、うん。まあ、くじ的なもんですから。はい。ということで、まあ、これだけこう、シリアルがね、3、4枚入ってて、この値段でしたら、かなりいい製品だと思うんですけど。ということで、またぜひね、チャレンジしていただければと思います。で、今日発送して、明日着きますね。明日着で受け取りよろしくお願いします。配送番号も先にお知らせしてると思いますんで、動画の中で今日中に発送できるかできないかは申し上げますんで、いつも。はい。じゃあありがとうございました。またよろしくお願いします。